一五千両。二日市、なんとこんなところに丸日市があるじゃないか。二日早かったのか、四日市より。知りたくなった時、二日市行くぞってなった時はここにしよう。知ってる二日市があまりにも遠いんだ。九州だからかな。あそこ避けたいんだ。いいね、ここは避けれるね。そしたらお寿司麺ある。あ、やっぱ結構あんだ、こっちの方。なんならここちょっと後からできたっぽいもんな。ってことはやっぱ強いんだろ、これ。ちょっとどっかで買い折れて、コンビニにちょっと一旦入るっていうのも視野のに入れておいた方が良いと良いと思わなくもない。何せ感染中丁場なのだ。ここでも、もうストンと来たよね。ここストンと来たよね。いや、さすがに、あるよね。小松にもあるよな。体格、さすがに小松市ならあるよな。よ、だから、こっちで言う、四日市にあるのに鈴鹿にないってことはないよねっていうぐらいの規模感ですからね。よし。ずっと現れてきた。セレモニーハウスも現れた。なんかまたセレモニーはあったー、体格あったー、ダイレクトアタックであったー。あ、そっち側か、そっち側か。待って待って、どう入れる。待てよー、マジか。あ、そんなダイレクトに見つけれることある。ここは、あ、ここもなんならネカフェだ。ここパーキングを言うけど、これはハカチのんだね。こういう状態ね、気をつけないといけないからね。この時間はね、勝って迂回たものが1割、負けた恨みのものが9割。いや、ちょっとこの店は言うってなんかね、そんなことないよね。行き先侵入禁止。いつか、これ間違いか、これ。おっと、この店すごくない。なんとナイトパック、お値段そのまま1550円で12時間使えるらしいよ。うん、え、めたくそによくない、それ。マジでフルフラットもあって個室系はないみたいなんだけど、あれじゃね、これ。カラオケもないのかな、ね。うん。いいよ、どうせ寝るんだから。あれじゃね、行ってみる。空室情報見てみよう。
助手席は空いてるね。マッサージシートも空いてるし、なるほどなるほどね。なんか良さそうだね。良さそうだね。でこの店はどう入ればいいんだ。直進してったら、直進して入ったら、こう、こう。正解なのこれ。何買ってるのか分かんない、分からないよ。何が正解なのか分からない。この世にとって正解って何なんだ。ただ言えることは一つ、俺はここで休む。よし、これが俺の出した回だ。でかいそうだね。全然ブース席ありそうだね。じゃあちょっと、どんどん株落ちてある。あ、中は多分取れないと思うんで、これはね、あ、充電式するのに向かないか。とりあえず行ってみたいと思います。あ、ただコートラチュールもついてるの、じゃあカラオケがまあそっちなんだ。なるほどな。はい。